安倍元総理の銃撃事件を受け旧統一教会との関わりが問題となる中奈良市は今日関連団体の催しピースロードの公演を過去にさかのぼって取り消したと明らかにしました奈良市の中川市長は今日2019年から市が4年連続で名義公演していた旧統一教会の関連団体が運営する自転車イベントピースロードについて 市によりますと名義公演のほかにおととしと去年にはイベントの実行委員会の表敬を受けていたといい中川市長が横断幕に応援メッセージを書いたということです。 まあ、まさかです、ね、その統一教会と、まああの関連をしている団体であるという認識は、えーまあ、結果としては持ち合わせていなかったということでございます、今後はより一層厳密に対応しなければならないというふうに考えておりますそのほか、ことし1月には別の関連団体から、私立奈良病院にバザーの収益金である13万6000円が。 去年7月には旧統一協会から市の社会福祉協議会にバザーの収益金2万2000円が寄付されていたということです市立奈良病院への寄付金はすでに返還されており社会福祉協議会への寄付金は返還の手続きを行っているということです